皆さんこんにちは、Bレジェンド染谷です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の布目です。Bレジェンド大林です。先日あげたココナッツミルク風味のね試飲レビューをやっていきたいと思います。じゃあちょっと早速布目さん作っていきましょうか。はい。で早速なんですけど、ちょっとねこのパッケージの裏面の方にはスプーン1杯約 29g って書いてるんですけど、それはね今後ねちょっとスプーンをリニューアルしようと思ってまして、もしかしてこれをねお客様のね元に届いた時はねこっちの白いスプーンがついてるかもしれないんですね。もしねこっちの白のスプーンの場合は、すり切って4杯入れていただければ 29g になるようになっておりますんで、もしねこっちの白の場合は4杯入れてください。で今後ねちょっと新しいスプーンがね黒いものになるんですけど、そちらの場合はねもうすり切って1杯入れていただくとしっかり 29g 計量できますんで、そちらだけねよろしくお願いいたします。結構この粉がウェットな感じですね。カラカラって感じじゃなくて、めっいい匂いしますよ、ほんまに。ココナッツの大林さん、甘い香りで粉の感じがわかるかな。わかります、わかります。すごいサラサラじゃなくてちょっとしっとりした感じですね。泡立ちがこんな感じ、少ないですよね。ちょっとこうあっさりしてるかなっていう感じですね。こんな感じでは、それでは実食いただきます。うまい。美味しいですね。はい。そんな冷めた目で見ないで。いやもうちょいね横で見てたら面白いかなって思ったんですけど、意外とそうでもなかった。はい、じゃあ肝心の味についてのレビューをお願いします。いや美味しいですね。でもやっぱり。ココナッツがやっぱりすごく香って、ココナッツ感がすごいですよね。すごいもうココナッツの味がもうそのまま再現されてる。ココナッツ飲むぞって思ってもうそのままっていう味じゃないですか。すごい、あと風味がすごい飲んだ後も口の中に残るっていうか。どっちかっていうと甘い系の味ですね。甘い系ですね、これはね。ね、完全におやつ代わりにこう飲みたいかなっていう感じの味なんですけど、カロリーは驚きの 106.2 キロカロリー。そうですね。低いですね、これね。で、タンパク質が 24.7 グラム取れるということで、だいたいですね、弊社の WPC B レジェンドシリーズがカロリーがまあばらつきあるんですけど、110キロカロリーぐらいから118、9それぐらいの感じ。120前後ですね。で、タンパク質がまあ 20g を超えてくるかなぐらいの感じなんで、だいぶタンパク質が多いしカロリーは低い。それでこの美味しさっていうのは本当におすすめですね。で、まあ WPI ってやっぱり WPC に比べてちょっとさっぱりとした牛乳感が少ないっていうか、そういう味ですね。なのでまあ、あっさりとした、ココナッツですね。なんか昔タピオカが入ったココナッツのデザートとか流行ったじゃないですか。わ、かりますか？ちょっと世代が違うんで。一緒でしょ？大体一緒でしょ？はい。わかります？ココナッツがすごく流行った時になんかタピオカミルクとかなんか流行ったの知りませんか？そんなんありましたっけ？あ、また。いやすごい、それを懐かしく思い出しますね。だからここにそのタピオカね入れて飲んでも、だからちょっとお菓子にアレンジとかもすごいできそうな味だなって思いましたね。普通に凍らせて僕アイスにして食べたいと思いました。ああ、全然いけますよね。それもねココナッツ風味がすごく感じられるので、お菓子にも使ってもらえると思いますね。でこちらの商品の気になる発売日なんですけれども、6月26日の水曜日お昼12時からとなります。で価格なんですけれども、通常の WPI と同じ価格のね4100円となります。ぜひねこれからのねコンテストシーズンとか減量のねお役立てに使っていただければと思いますんで、ココナッツミルクよろしくお願いいたします。そういたしましたらね、今日の動画がね良かったっていう方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。